こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今日は何のお話をしてくれるの？そうだな、霊夢ちんは豊浜トンネルって知ってるか？知ってるわ。札幌から積丹岬に行く途中にあるトンネルで、昔、岩盤が崩落して犠牲者が出たところね。そう答えると思ったぜ。でも今回は、もう一つの豊浜トンネルで起きた山津波について話すんだぜ。山津波？大規模な土砂災害で、路線バスが巻き込まれたんだぜ。わかったわ。解説よろしくお願い。今回の解説では、一部の人にショッキングな表現や不快に感じる内容があるかもしれない。また、誤解している点もあるかもしれない。それらを了解した人のみ視聴をお願いしたいぜ。それじゃあ、ゆっくり見ていってね。さっき言ってたもう一つの豊浜トンネルってどこにあるの？ああ、乙部町という場所だな。渡島半島西側の日本海に面した町で、今回の事故が起きたトンネルは、現在の豊浜トンネルの海側を、豊浜第1から第8まで8つのトンネルで、八雲町熊石折戸町と、乙部町豊浜地区の間を結んでいたんだ。トンネルが8個もあったんだ。岩盤崩落があった余市町と古平町間の豊浜トンネルと、同じ国道229号線なんだぜ。一つの国道で豊浜という名前のトンネルが2箇所あったんだ。事故が起きたのは、昭和37年10月17日なんだぜ。始まりは8時頃この道を通ったトラックの運転手が、巡回していた。北海道開発局函館開発建設部江差出張所、名前が長いので、移行会見とするぜ。職員の A2 3号トンネルと、4号トンネルの間の道路上に地割れや、落石があったことを連絡したことだったんだぜ。ちゃんと連絡してくれたいい人ね。だな、そこで A は現場に急行して状況を確認。8時30分頃その状況を所長に報告したんだぜ。所長さんは、どうしたの？所長自身が現場に出かけたんだ。所長は職員 C を連れ現地に9時10分頃到着。そして現地で、A のほか、路線長 B、職員 C と共に、現地の点検調査を行ったんだぜ。波返し擁壁や石垣に亀裂や玉石の脱落を確認。海側の路肩部分にも約100メートルにわたって、幅約2センチの地割れや道路上に約30センチの、落石が数個あり、報道も見られたんだ。この日の近くで風や波浪や異常乾燥などがなかったことから、所長はこれは地震によるものと判断したんだぜ。地震があったの？いや、地震はなかったんだぜ。へ、じゃ、なんで地震と判断したの？道路や路肩などの破損状況が、以前経験した地震による壊れ方と似ていたからなんだ。そんな理由？所長は前日から地震を感じていないし、現場にいた職員にも地震の有無を、確認していたのに、なぜ地震が原因と判断したか不思議なんだぜ。それで所長さんは何か対応したの？ ABC の3人に対し、その区間を通行する車や人に対し山側を通らせ、何かあった場合には、すぐに連絡するように指示し、自分は路肩注意などの標識や応急資材を運ぶために、一旦会見事務所に戻ることにした。それが10時10分頃だったんだぜ。責任者が事務所に帰っちゃったのね。ああ、状況が一応落ち着いていると、考えたんだろうけどな。裁判の中でも自ら現場に留まらない場合は、現場の職員の判断で、直ちに措置できる体制を取り、道路管理に当たるべきだったと指摘されている。それで、残った3人はどうしたの？道路庁の B は、A23 号トンネル出口小樽川付近で落石を警戒するように指示。C に対し山の状況を調査するように指示。自分は4号トンネルに向かったんだぜ。C は願掛け沢と呼ばれる沢を登ったところ道路から2、30メートル奥の、沢伝いに長さ約10メートルの地割れを発見。4号トンネル入り口江差し川付近で、通行者などを監視していた B に報告したんだ。それで、通行止めにしたの？いや、B は C に4号トンネルの監視を任せ、自分で状況を確認しに行ったんだ。状況を確実に確認するのは大事だと思うけど、いろいろじれったいわね。そうしてる間に、道路に直径2メートルほどの大石を含む大小の落石などが始まり、車の通行が危険になってきたんだ。早く通行止めにしないと。そんな状況を A は、BC に連絡しようとしたが、3号トンネルから来る、車両に備えて、その場を離れることができなかったんだぜ。人手が少なすぎたのね。そんな時4号トンネルから、8時57分熊石村上浦発江差し行きの函館バスが出てきた。え、
バスは止めたのよね？それがはっきりしないんだ。なんで？ B は C が手を振ってバスを制止しようとしたと証言しているが、バスの運転手は制止されなかったと証言しているし、乗客の中でも、手を振っていたようだった、全然していないなど一致しないんだ。C さんはなんて言っているの？ C さんは、この事故の犠牲となられてしまったんだ。いずれにしろバスは通過してしまったんだぜ。バスは危険地帯に。通過したバスは、100メートルほど進んだところで、A が制止していることに気がつき停止したんだぜ。そして A は停止したバスをバックさせようとした。現場はコンクリート壁が壊れ、そこから大きな石が落ちてきている状況だった。まずい、まずい。指示に従い10メートルほどバックした時、ザーッという大音響とともに、バスの上を大量の土砂が越えていったんだぜ。いやー、今出てはいけないという誰かの声で、みんなそのまま中腰でいると、次々と押し寄せる土砂でバスは横倒しとなり海の方に流されたんだぜ。ひぃ、それから10秒ほどでバスは完全に逆さまになり、押し流されながら前の部分を海に突っ込んで止まったんだ。同時に海水が車内に流入、息ができない中、何人かの人たちは潜るような格好で、壊れていたフロントガラスや窓から脱出したんだぜ。その時の状況を助かった運転手と車掌が後ほど証言されているんだ。まず車掌は、会見職員の手振りがよくわからなかったので、バスから降りボンネットから1メートルも走った頃、突然足元の地盤が割れ始めたと思った、と、土砂がなだれ落ちてきたので慌てて、その上に這い登ったが、登っても登っても下へずり落とされて夢中だった。一瞬滑りも止まったので下を見たら、海中にバスの屋根が少し見え、あたりにシートが浮き、それにお客がしがみついているのを見た、と証言している。次に運転手は、あっと思った瞬間、車掌側のボディが土砂で押され、道路ともにバスは海中に転落。体を動かそうと思ったが、運転台に全身が縛り付けられたようになっていた。海水もかなり飲まされ、これでこの世ともお別れかと思った時、大きな波が来て今まで固着していた体が急に楽になったので、車掌側のドアに、手をかけ夢中で這い出した。海中は泥水とかしあたりは何も見えなかった。と、話されているんだぜ。バスには何人が乗ってたの？はっきりとした人数はわからないが、乗員乗客合わせて38人との説があるんだぜ。そんなに、みんな早く逃げて、バスから脱出した人が地面に立ったところ、その人を乗せたまま、海へ海へと地面が動いていった。え、そこで約20メートルほど離れた、3号トンネル先の岬まで泳いで逃げた人もいたそうだ。そして25分ほど時間が経ち、脱出した人がほっとした時、300メートルほど先の山々が、次々と崩れ海に向かって襲ってきたんだぜ。いやー、襲ってきた大量の土砂は、バスと付近にいた人たちを巻き込み、押し流してしまったんだ。早く救助。事故発生の第一報を行ったのは、江差から熊石に向かっていた運転手なんだ。車で3号トンネルに入ったところ、出口が半分ほど塞がっていた。そこで車を降りて土砂を登って、外を見ると前方の国道が土砂で見えない。土砂崩れだと思って海を見ると、バスのシートが浮いているのが見えたんだ。バスは見えたの？いや、見えなかったそうだ。でもバスが流されたと直感、すぐに戻って近くの採石場と、乙部の駐在所に連絡したんだ。連絡後に3号トンネルに戻ってみると、出口は完全に埋没してしまっていたんだぜ。ちなみに山津波の第1波は10時20分頃、第2波は10時50分頃と考えられているんだぜ。連絡を受け救助に向かった人たちが、見た現場は凄まじいものだったんだ。今まで聞いただけでも十分にひどいと思うけど、長さ最大約1000メートル、幅最大約600メートルの土砂が崩壊し、移動したことにより、海岸は従来より沖側に約70メートル張り出し、その末端は最大約35メートルほどの崖になってしまっていたんだぜ。そしてバスが埋まっている現場の土砂の厚さは、約50メートルと推定されたんだ。土砂の厚さ50メートルって、さらにそこには5メートルほどの岩が、ゴロゴロしていたんだぜ。そんな地形のため、救助作業は困難を極めたんだ。どれくらいの人が、被害に遭われたの？最終的に救助活動が、打ち切られた時点では、犠牲者11人、行方不明3人、重軽傷者14人の大惨事となってしまったんだぜ。そんなにたくさんの人が犠牲に、ただ路線バスなので、誰が乗っていたか完全に把握できないから、もしかすると親類縁者がない人が、
巻き込まれていた可能性も指摘されているんだぜ。そんな人はいないことを願ってるわ。ちなみに現在でも、バスの車体は未発見のままなんだぜ。こんなに大規模な山津波の発生原因は、一体何だったの？簡単に言うとこの辺の地層は、水を通しにくい粘土を含んだ地層の上に、水を通しやすい、岩石が積み重なったような地層が乗っかっているんだ。この年は夏から秋にかけて大量の降雨があって、下の地層の粘土の粘着力が低下し、安定を失った結果、崩壊したと考えられているんだ。ただそれだけじゃなくて、角度の急な道路の切り割りをも受けたなど、いろんな要因が複合した結果だと言われているな。大量の雨が引き金となってたのね。この災害に対して業務上過失致死傷で会見所長が起訴されたが、嫌疑なしとして不起訴処分になっているぜ。そうなのね。当時の科学水準で今回のような大規模で急激な地滑りを予測することが困難だったということだぜ。ただ、何？事故の2日後の新聞に旧国道や畑が数日前から地割れしていたと報じられている。この地割れが徐々に大きくなり、地元の人も心配していた。あ、気づいていた人がいたってこと？それに最近国道に落石が多くなり、小学校の児童たちが不安に怯え、現場付近を走って通過していたそうだ。それって、結構危なくない？でもそれは、この道路自体が落石が多い道路だったから、いつもより少しひどいな、程度とみんなが思ってしまったんだろうな。ところで今現場はどうなっているのかしら？1号と2号トンネルは残っている。だが江差川も熊石川も道路が崩壊している状態なので現場には行けないんだぜ。写真は十数年前に、まだ江差川から入れた時に撮影した2号トンネルなんだぜ。じゃあ土地を見る方法はないの？44山口さんという方が、ドローンによる現在の事故現場の空撮映像をアップされているから、ぜひ見てほしいんだぜ。リンクは概要欄を見てね。犠牲になられた方々の慰霊碑は現場付近に建立されたが、現在では現豊浜トンネル江差川口の山側の小高いところに移設されているんだ。二度とこんな事故が起きなければいいわね。そうだな。さて今回の話はこれで終わりにするぜ。よかったらチャンネル登録お願いいたします。さて締めようか。それじゃ、今回もご視聴ありがとうございました。なんだぜー。